タカラトミー・トミーテック株式会社、トミーテックは、玩具、模型、フィギュア、天体望遠鏡等の製造、販売を行っている日本の企業、玩具メーカータカラトミーの完全子会社、鉄道模型、トミックス、天体望遠鏡、防具、各種玩具、模型、フィギュア等の製造販売を行っている。他に、 ガング、ブング等の OEM 生産やローランド DG の 3D スキャナーピカザ 3D プロッタモードラの販売等を行っている。なお当社は、キュートミーがキュータカラと合併する10年も前の1996年の時点でキュートミーから独立した経緯により、基本的にキュータカラの商品は引き継がない方針だったが、チョロ q ロの発売以降、この方針は変更された。 ジオコレ、ジオラマコレクションシリーズは、鉄道模型のレイアウトにも利用できる、縮尺1、150.1、80のディスプレイモデル。製品は、ブラインドパッケージのものとオープンパッケージのものがあり、縮尺1、80モデルはすべてオープンパッケージである。部品模型シリーズは、サボや方向膜などの鉄道関連部品を模型化したものである。トミカシリーズは、 タカラトミーのシリーズと異なり、大型スケールの細密モデルである。また、キュートミー時代の標準サイズミニカーだった、トミカダンディとも異なり、ディスプレイ専用モデルとなる。トミーテックが製造を担当し、高段者から発売された、N ゲージジオラマ制作マガジン。車両や上景部品などの多くは、通常製品の色違いであったが、一部は、新規作成された。 第3弾の小型ターンテーブルは特許を取得した製品で、後に限定発売された、生態保存されている、鹿島三宮鉄道5号。ありがとうございます。